予想屋マスター直前解説、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。よろしくお願いします。朝日杯ですね、はい、ちょっと言いづらいね、朝日杯フューチュリティステークス、はい、ということで最初に、はい、フューチュリティステークスです、はい、告知ですね、はい、告知となります。今週日曜日ですね、12月19日日曜日に大阪出張セミナーを行います、はい、僕が大阪行ってですね、はい、一レース一レース解説するんで、有料会員の方はですね、はい、まだね微妙に枠があるみたいなので、はい、参加されたい方はすぐメールしていただければ事務局に、お答え多分できると思うので、はい、で新しくですね会員になっていただければ、うん、今週からでも、はい、参加できると思うのでぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、で次告知ですね、はい、もう一個ですね、ですね、はい、有馬記念の日、そうですね、はい、来週ですね、有馬記念ですね、はい、私がオーナーを務めます発掘グラドル文化祭からですねマスターと生配信を行います。はい、はい、中山競馬と、阪神競馬の10レースからとなりますが、はい、私たちがマスターのアドバイスをもとに予想しまして、そして負けたら脱いで水着となりますいつものやつですね、はい、そうですね、前回も大好評だった、ね、大好評だったですね、はい、本当楽しい企画になると思うのでぜひですね見てご覧になっていただければなというふうに思います。はい、現地参加もあるんですね。そうなんですよ、はい、で今回特別にすごい安く、はい、なっております。オーナー特権でね、はい、そうです皆さんにぜひ来てほしいので、そうですね、はい、まあ YouTube でも見れるんですけど、そうですね、現地に来た方が楽しいよねってことですね、うん、そうです、はい、マスターからので、それもね、そうそう、はい、で、かなりね、オーナー特権で激安にしているので、はい、そうです、ね、それも1日券だからね、そうなんですよ、4時、はい、2時から番組も見れて、はい、閉店まで入れて、そうそう、なんと、はい、8000円です。ね、めちゃ安いよね。はい、めちゃめちゃ安いです。ね、だからね、ね、それで楽しくね、女の子と飲めてね、そうなんですよ、楽しいのぜひね、来ていただければなというふうに思います。はい、まあ、こちらはですね、YouTube で無料配信もするんですけども、それ見たいよという方は、ぜひともチャンネル登録をしてお待ちください。はい、そうですね。はい、で、参加したい方は、現地に来たい方は、はい、ウラドル文化祭ツイッターかなんかでメッセージを送っていただければな、そうですね、ツイッターの DM だったりとか、はい、まあ、当日でも大丈夫です。わかりました、ということで、はい、ぜひ来らせていただければなというふうに思います。じゃあ行きましょうか、はい、はい、それでは出走メンバー見ていきたいと思います。朝日杯ですね、はい、ですね、まあ15頭と、まあちょっとフルゲートにはならなかったんですが、はい、まあまあ頭数が揃っているのと、まあ一応ですね、3連勝中の、セリフォスが人気、はい、あと、まあ、あれですね、ルメールジョッキーが乗るジオクリフの2頭が人気になるんですが、はい、やっぱりですね、初対戦となる馬も多いのと、やはりこの時期の2歳ということで、はい、まだ客室も定まってないし、うん、非常に比較が難しい混戦模様なのかなというふうに思っております。はい、はいはい、それでは過去のレースを見ていきたいと思います。まず、はい、札幌2歳ステークスです。これですね、はい、ジオグリフという馬が楽勝したレースです、はい、でジオグリフちょっとスタートで煽ってしまったこともあって、うん、最高峰からの競馬になったと、はい、でそれをですね、まあ、4コーナーぐらい、3、4コーナーからスーッと上がっていって直線は押し切るといったすごい強い競馬で1着と、はい、で2着に4馬身差をつけていたの で、はい、そう見ると、もう力の違いを見せつけた一戦というふうに言っていいのかなと思います、はい、ただちょっと気になるのはこの札幌2歳ステークスの2着以下がその後全く通用していないので、ちょっと弱いメンバーに恵まれた感はあるかなという感じはしています。なので前回の札幌2歳ステークスも能力の違い出遅れて、それも4馬身差という能力の違いは見せたんだけども、ただ危惧するのはちょっともしかすると弱いメンバーに恵まれた可能性があるよというところですね。ただまあね、ジオグリフ自体はデビュー戦で朝日という馬を破ってるんですが、はい、これはですね、実はその後重賞でも通用しているので、まあ、そういう比較で言うと、まあ、このメンバーに入っても人気でもまあ仕方ない能力なのかなという感じはしています。続きまして桔梗ステークスです。はい、ドーブネが勝ったレースです、はい、まあ、ドーブネね、馬娘の藤田さんがね、はい、オーナーということで非常に注目を集めている馬なんですが、ドーブネはね、実はデビュー戦はサスケは押したんですが、はい、この時1枠1番を引いてちょっとスタート若干出負け気味だったんですが、はい、吉田隼人ジョッキーが少し、即したらですね、ちょっと馬が行きたがってしまって先手を取ったと、でそれで押し切るといった内容でした。でちょっと評価難しいんですが、まあ、前回みたいな競馬をしちゃうと折り合いにちょっと難が出てきちゃう可能性があって短距離馬に仕上がっちゃう可能性はあるんですが、はい、もう一回多分今回は指す競馬をするのかなと思ってます。でレース内容自体は、
スタートで若干出遅れて、かつちょっと強引に先手を取って、ペースもまあまあ早かったので、はい、それで押し切ったという意味では、もう本当能力の違いだけで押し切ったという勝利でした。ただ、前回のように先行する競馬をしようとすると、今回は意外と、やっぱり勝って、逃げて勝ってきた馬が多いので、はい、ちょっとハイペースに巻き込まれて止まってしまう可能性が高いので、まあデビュー戦のような、どちらかというと、後方で足を貯める競馬をして、指す競馬でこのメンバー、今回の G1 で通用するかというところを見た方がいいのかなというふうに思っております。続きまして、アイビーステークスです。はい。ドウデュースが勝ったレースです。はい、で、ドウデュースは、後位の外目を追走して、押し切るといった内容です。まあ、かなりペースが遅かったので、うん、そういう意味で言うと、まあ、この後位からの競馬は展開に恵まれた感があります。で、2着のブランシエロが後ろから行っての2着なんですが、はい、まあ、これにちょっと首差まで迫られたのは、このスローペースだったことを考えると、どうかなという感じはしています、はい、ただまあ、ね、2戦2勝で能力的にそこを見せていないことも確かですし、並ばれてから抜かされなかったように、はい、まだまだ、能力的にそこを見せていないところもあるので、まあ、今回のメンバーでも、注意は必要かなと思います。ただやっぱりちょっとね、このグランシエロに迫られたところをどう評価するかで、はい、この馬の取捨が変わるのかなというふうに思っております。続きまして、ハギステークスです。はい。これはダノンスコーピオンが勝ったレースです。はい、で、ダノンスコーピオンは実は、3番手を進んでいて、はい、2着のキラービリティが先に動いたところを一旦行かせて控えて、そこから追い出して、勝利をしたということで、はい、まあ、余裕、着差以上に余裕のある勝ちっぷりだったのかなという感じはしています。で、3着以下ね、5馬身ちぎれてるように、2頭のマッチレースだったので、はい、そういう意味で言うと、まだまだこの馬に関しても能力的にそこを見せていないと。ただやはり、まあ、前回も、6頭立てで、その前デビュー戦も、7頭立てということで、小頭数でしか競馬をしていないので、この頭数で馬込みの中に入った時にどこまで、強い競馬ができるかっていうのはちょっと未知数なのかなと思います。ただこれ、ね、先ほどの、ドウデュースとともに2戦2勝で能力的にそこを見せていないことを考えると、はい、やはり朝日杯でもそれなりの高い評価は必要かなというふうに思っております。続きまして、慶応杯2歳ステークスです。はい、これね、2着の東進マカオが出走してくると。はいはい、で、これね、このレースは超スローペースで、はい、2番手のキングエルメスが、押し切って1着と。で、その、2番手追走で東進マカオは、ちょっとね、もうちょっと差を詰められていいんじゃないかなっていう感じはしたんですが、まあ、後ろからの追い上げをしのぎ切っての2着ということですね。で、この3着のラブリー・ユア・アイズっていうこの3着の馬が、はい、実は先週、阪神ジュベナイルフィリーズで2着に構想していることを考えると、はい、慶応杯2歳ステークスの、メンバーはレベルが高いという見方もできるので、はい、でそういう意味で言うと、東進マカオも無視はできない1頭かなという感じはしています、はい、ただね、まあ、前回はまあちょっと難しいのはやはりスローで先行した割にこのキングエルメスにもうちょっと狭い1馬身4分の1離されたのがどう見るかというところが、このレースの、評価のポイントになるのかなというふうに思っております。続きまして、デイリーハイ2歳ステークスです。はい、これね、勝ったセリフォスと、はい、あとね、逃げ、4着かなの、馬が出てくるというところですね。で、勝った、セリフォスなんですが、前を行かせて、まあ、新潟2歳ステークスでは中段のうちで足を貯めたんですが、はい、この時はかなり後方から行って直線外から、差し切るといった内容でした、はい、で、まあ、ペースも遅かったので、着差以上に強い内容と見ていいのかなと思います。ただまあね、今回は前回でも頭数が多いので、あんまりじっくり構えすぎると、はい、もしかすると届かない可能性も若干あるのかなという感じがしています。続きまして、襲名菊賞です。はい、襲名菊賞ですね。勝ったですね、オタルエヴァが出走してくるんですが、はい、まあ、オタルエヴァはね、ずっと、逃げてるんですが、はい、こうですね、逃げて押し切ったといった内容です。ただですね、2着がこの2番手追走のブレスレスリーという馬でして、はい、やはり行ったっきりの競馬に恵まれた感があるので、まあ、やはりですね、この馬も、今回の距離延長かつ、もうちょっと先行馬が多いメンバーを考えると、やはり先行勢は今回ちょっと苦しい競馬になる可能性が高いのかなというふうに思っております。はい、はい、で展開ですね。はい、いかがでしょうか。
そうですね、1番の、果汁フェイスという馬が1枠を引いたこともあるので、はい、まあ、小樽エバーとの逃げ争いになると思うんですが、はい、まあ、どっちもね、専用で逃げてきてる馬なので、極端にペースを上げるとは思えないんですが、はい、ただ、どちらもね、できれば先手を取りたいタイプなので、楽には逃げられないのかなと思います。なので、先ほどね、ドーブネの時も言ったんですが、ドーブネは今回刺す競馬をするでしょうが、はい、それ以外の今まで逃げて勝ってきてる馬はやはりそれなりの先行したいということを考えると、やはりどの馬も先行勢にとっては厳しい競馬になるかなというふうに思っております。ちょっと順番じゃあ展開で解説しましょう。はい、続きいきます。1番カジフェイス、そうですね、1枠1番を引いたので、はい、この馬が多分先手を主張するのかなと思ってます。ただ前回は確かに 0.6 秒差で落勝したんですが、うん、もうこの時期のね、今の時期本当に頭数がそれ6頭立ての競馬で逃げ切って、はい、1400m で逃げ切っただけなの でそういう意味で言うとやはりメンバー強化距離延長はどう見てもプラスに働かないので、まあ、この馬ペースは作るんでしょうけど止まるでしょう。2番せっかち剣、はい、これはねダートで、2回走ってて、はい、まあ、ダートでやはり日本の競馬は芝の方がレベル高いので、うんうん、ちょっと基本的には通用しない可能性が高いのかなというふうに思っております。3番アルナシーム、そうね、まあこれ難しいんですが、やっぱり東京スポーツ杯っていうところがイクイノックスっていう馬が勝ったレースで、はい、このイクイノックスが今のところ多分ボバの中では、最強と言われていて、はい、まあ、東スポ杯のレベルが高ければ多少通用する可能性はあるのかなと思ってます。で、いつも言うんですが、やはり日本の今の競馬は、短距離戦線よりは中長距離を使っている馬のがレベルが高いので、そういう意味で言うと、1800m の東京、函館コースでデビューして、はい、で前回は、中長距離を使っているというトースポ杯を使っていることを考えると、この中長距離のメンバーがレベルが高いと見れば若干注意が必要かなというふうに思います。4番セリフォス、そうですね、セリフォスですね、3戦3勝と、で、まあ、デビュー戦は、もう強い競馬で2着のベルクレスタもねこの後そこそこ走ってますし、新潟2歳ステークスは、後位の意味で足を貯めて、内から突き抜けるといった競馬で、逆に、今回、前回のデイリー杯2歳ステークスは、後方で足を貯めて直線を外から差し切るといった競馬で非常に自在な客室です。なので、まだまだ能力的にそこを見せていないという意味では、高い評価を与える必要があるかなという感じがします。まあね、クリスチャン・デブルクジョッキーもね、先週はね一番人気を裏切ってしまったんですが、基本的にはですねかなり乗れるジョッキーなので、この乗り換わりも不安はないというふうに見ていいのかなと思います。5番ディアドローローザ、そうですね、まあ、前回前残りの慶応杯2歳ステークスで、足を余しただけと見ればそうですが、ただまあ後方にてねそんなに目立った足を使ってるわけではないので今回は苦しいでしょう。6番オタルエバー、これもね、実は新潟2歳ステークスで超スローで逃げてセリフォスに刺されているように、やはりマイルでは少し力が足りないのと、前回も楽逃げで、逃げ切っただけなので、内から1番が今回競りかけることを考えるとやはり苦しい競馬になる可能性が高いかなと思ってます。7番ダノンスコーピオン、そうですね、これも、2戦2勝で能力的にそこを見せていないんですが、ただやはりね前回は6頭立ての競馬だったので、まあ、今回急激なメンバー強化でどこまでいった感じはします。ただね、先ほどから話しているように日本の競馬やっぱりこの 1800m ぐらい使っているクラスの方がレベルが高いことが多いので、そういう意味だと簡単に、まあ、時計とちょっと勝ちっぷりがいまいちだなっていうだけで評価を落とすのは危険かなという感じはしています。なので通用するという意味で注目の1頭かなというふうに思っております。8番ブルパレイ、そうですね、前回、スロー逃げて、逃げて簡単にセリフォスに刺されてしまったので、今回は内から、逃げ馬がですね、1番と6番がいるので楽に先行できないと。であとですね、2走前アスター賞を勝った時も実はこれ 1000m 通過62秒ごとで超スローペースで逃げ切っただけなので、はい、やはりまあここ2回スローで逃げてこういう競馬ということを考えると、はい、今回先行馬がいるメンバーを考えるとちょっと苦しいという見方でいいかなと思います。9番ドーデュース、これね、まあ、先ほど話したんですが、アイビーステークス、後ろからのグランシエロに迫られたのはちょっとどうかなという感じはするんですが、さっきのね、ダノンスコーピオンの時も話したように、やっぱり1800、2000m ぐらい使っているクラスの方がレベルが高いので、まあ、そういう意味で言うと、このアイビーステークスが、もう、ギリギリ勝ったというだけで評価を落とすのは危険かなと思います。なので、まあ、前回のどう見るかはあるんですが、まあ、ちょっとこれも抑え程度の評価は与えた方がいいとかなと思っております。10番スプリットサシー、まあこれちょっとやってみなきゃ、これね実は牝馬なんですよ、はい、ね、牝馬限定の前回新馬戦なんですが、意外とね、時計も内容も悪くなかったので、まあもしかすると、こういう馬が
まだね、上がり目があって、はい、穴を開ける可能性は若干あるのかなというふうに思っております。うん、11番、胴舟。そうね、前回ちょっとね、逃げまあ、一番人気に応えたのは応えたんですが、前回のような競馬はもしかするとこの馬の将来にはあんまりプラスに働かなかったのかなという感じがします。なので、はい、もう一回、今回はデビュー戦のように後ろから行く競馬で、どの程度走れるかっていうのを試してみて、はい、まあ、今後の試金石の一戦になるのかなという感じがします。まあ、デビュー戦強かったんでね、はい、サス競馬して、もしかするとここでも通用するようであれば、来年の本当G1 戦線に乗ってくる可能性はあるかなと思っております。12番東進マカオ。これもね、KO 杯2歳ステークス、勝ったキングエルメスにちょっとね、その直後にいてゴール前離されてしまったのはどうかなという感じはするんですが、うん、ただまあ先週このレースの3着馬が G1 で2着になっていることを考えると、まあちょっとメンバーが強かったと見れば若干、注意は必要かなというふうに思います。13番ジオグリフ、2戦2勝でこれも能力的に底を見せていないと。で、前回大楽勝だったので非常に強い可能性はあるんですが、うん、たださっきも言ったようにね、札幌2歳ステークス組がこの後全くみんな走ってないので、うん、まあちょっとメンバー弱かったよねっていう見方もできるので、そこをどう見るかでここの馬の評価は変わるのかなという感じはしています。14番トゥードジボン。そうね、これも前回、逃げて勝っただけなので、この枠順で内側に先行馬はちょっと厳しいでしょう。15番シンミリテス。そうですね、これザートで勝ち上がってきたまでね、芝の 1200m の新馬で3着に負けていることを考えると、この G1 ではちょっとやっぱり荷が重いでしょう。以上15頭となっております。それでは最後にマスターの見解を教えてください。まあ人気馬2頭ね、セリフォス、ジオグリフは確かに2頭とも魅力的で強いんでしょうが、はい、ただちょっとこれ、まあ、人気ちょっとやってみなければわからないんですが、はい、このクリスチャン・デムールジョッキーとルメールジョッキーだと、はい、もしかすると異常に被る可能性もあって、はい、もしかするとそこまで被るほど強くないんじゃないかっていう感もちょっとあるので、はい、まあ一応2頭強いよねっていうところと、あと負けていない例えばダノンスコーピオンやデューデュースがこれもちょっと内容的にどうかなっていうところがあるので、非常に大混戦だと思います。で、はい、あとね、注目を浴びてる胴舟あたりが、はい、サスケまでどこまで、うん、あとね、穴候補だとやっぱりその前回 KO 杯2歳ステークスのレベルが高いと見て東進マカオや、はい、あとまあデビュー戦でまだ能力的に上がり目がありそうなスプリットだし、そこらあたりをちょっと注目して、ちょっと軸はですね、なかなか今ちょっとまだ決めかねてるので、はい、土曜日の競馬を見てですね、馬場を判断しながら最終的な予想をしたいなというふうに今のところは思っております。はい、どうですか手塚さん。私はまあもうこう一点スプリット雑誌を、女の子とかね、はい、応援しましょうか。応援したいと思います。はい、はい、以上今週は朝日杯フューチュリティステークスの直前解説をお送りしました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次週お会いしましょう。